はい、どうも、喫煙動画始めていきたいと思います。今回は手巻きタバコのドラムのオリジナルね。前回のチェの青を吸ったんで、幾分かね、どう違うのかってね。まあ、ハーフスワレのね、こっちもハーフスワレタバコなんで、まあ、どう違うかっていうのをね、まあ、わかりやすいかなと思います。こちらが、容量が 50g。確か 50g だよね。値段は1100いくらだったかな？忘れました。それではね、吸っていきたいと思います。やっぱ 50g って結構ね、容量が多いんで なかなか、そう考えると結構ドラムって安いんですよね。グラム単価で考えれば。ね。割かし安いんではないかという感じですけど。ペーパー入ってないの？マジで？あ、ドラムってペーパー入ってないんだ。初めて見ました。ペーパー入ってない。ペーパー入ってないんだ、ドラムって。へぇ。マジで。付属のペーパーがないだと。バカな。じゃあ、チェのあれで。チェのペーパーを使おう。ペーパーついてないタバ、あの、手巻きタバコ初めて見たな。前入ってた気すんだけど、気のせいやったかな。それでは吸っていきましょう。あのね、香りがね、やっぱチェの青に比べると明らかに香りがすごい、非常に強いですね。やっぱ風味がやっぱ明らかに違うのかな。でもそんなに思ったほど重くはないですね。ゴールデンバージニアとかが重いのかな。手巻きタバコで重いやつって言うと、やっぱ香りがいいですね。バージニア100%のタバコはやっぱちょっと重いのかな。そこまでやっぱ重い。以前、ドラム吸った時に比べると、なんか、軽い気はするけど。やっぱ香りかな？チェの泡に比べたら全然香りが、立ちが全然違いますね。香りの、
この、なんと言いますか、この香りね。うん。うん。この香りが全然ちゃいます。あれ？ちょっと待って、本当にドラムって。巻き紙入ってないの？俺、なんか、開けたとき穴開いてたけど。まあ、いいか。ああ、やっぱ、うまいっすね。やっぱり。今度はあれだな。ペペのイージーグリーンあたり吸ってみようかな。ペペ、あのね、あの、バージニアのね、100% の葉っぱのね、手巻きは、俺もよく前、昔知ってたんですけど、やけにあの、下焼けがするんですよね。下焼けがするんで、あんまり買いたくないんだよな。うん。なんかとこう、ブレンドして、ドラムとかとブレンドして吸えばまああれなんかもしんないですけど、今度買ってみようかな。ゴールデンバージニアあたり、か、ペペのリッチグリーンは吸ったことあるんだけど、うん、まあペペのリッチグリーンあたりでも吸ってみるかね。今度買ってみようかな。ああ。明らかにやっぱり、ハーフスワレなんだけど、その、チェの青と比べるとね、やっぱね、ドラムがいかに香りが強いかっていうのはわかりますね。まあ、チェの青もちょっとお試しみたいな感じで吸うんだったらいいかもしれないですけど、まあ値段が550円なんで、安いは安い。安く、ね、こう、お試しでさ、吸えるのにはいいんだけど。そういえば、ドラムの、ブライトブルーとかいうやつ、あの、薄い、ブライトブルーと、あとメンソール。これが、あの、廃盤になるらしいですね。まあ、どっちも吸ったことはないですけど。まあ、ドラムがあれば別に、どうでもいいとは思いますが。うん、まあ、軽い、ブライトブルーは多分軽い、あれなんだろうね。メンソールはメンソールフィルター使えば代用できるからね。うん。これ美味しいです。四つ星、ご視聴ありがとうございました。